じゃ、こんにちは、豊さん。はい。先日、巨人の開幕スタメンを、はい、予想しましたけど、まあ新戦力とか入れてね、そうですね、やったけど、はい、まあ今日は阪神タイガースということで、はい、まあちょっとやっていきたいと思うけども、はい、まず新戦力、はい、どんな選手が入ってきたのか、はい、まず投手、はい、ラウル・アルカンタラ、難しいね、アルカンタラ、アルカンタラ、あの右投手、はい、ね、ボールに力があって、はい、まあ、150キロ後半出るかなという、うん、まあ、それも先発ピッチャーでね、はい、2020年には韓国リーグで20勝2敗、はい、で防御率が 2.54、うん、まあ、非常にねコントロールもいいし、ボールに力があるということ、はい、緩急はあまり使えないんだけども、はい、でもその中でスライダー、カット、ツーシームなどがあって、はい、まあ、横の変化で抑えていくというね、あとはもう困ったらボールの力でいくという、はい、まあそういう投手、198イニング、はい、3分の2かな、はい、イニング投げて182個の三振を取ってるという、だから非常に三振奪取率もいいし、はい、だからいいピッチャーだっていうことがこれだけでも伺えるというね、はい、だから非常に楽しみな、はい、また阪神の投手陣に厚みができたなという。で次にチェン、はい、でまあ、チェンはねもう実績があるし、まあ、日本での実績、メジャーでの実績、はい、でまあ、昨年ロッテに帰ってきて、はい、4試合に投げたんだけども3敗ということ。うん、ただし防御率が 2.45、 うん、まあロッテはやっぱりちょっと貧打線で援護点がなかったんだよね、チェンの時に、はい、だから3敗という数字はついたけども、ちょっと点を取ってくれるとこの3敗が3勝になるぐらいのピッチングをしてたんで、はい、だから非常に期待感は持っていいと思うよね、はいはい、まあ日本にも実績済みだから、はい、でましてはセリーグ出身、うん、中日出身だったから、はい、まあまあ楽しんで投げると思うよ、うん、セリーグはね、はい、で次にロハス選手、ロハス選手、うん、はい、これがスイッチヒッター、おー、ね、スイッチヒッター分かる？分かります。、ね、右も左も打てるということね、はい、この打てるのもいいんだけど、はい、パワーがあるんだよ。うーん、両方で打ててパワーがあって、はい、で両打席とも反対方向にもホームランを持っていけるという、うん、そういう器用さも持ってるんだよね、はい、まあ、2020年韓国で47本塁打135打点をマーク、うん、だから非常に安定感があるし、で韓国の4年間の通算が3割2分1に、はい、132本塁打409打点という、はい、非常に安定をしているということね、うん、何年か前には18盗塁を記録するぐらいの足も使える選手で、はい、まあ、外野手なんだけど、はい、この選手も楽しみだというね、はい、まあ、サンズが、まあ、昨年韓国で、はい、その前の年ね、うん、打点王を取って、まあやっぱり日本球界に入ってきて、はい、でやっぱり勝負強いバッティングを見せた、うん、でこのロハスっていう選手もそのぐらいの力は確実に持ってるということで、はい、非常に楽しみ、はい、でそういう選手を新戦力として迎えて、で、はい、それを踏まえた上での開幕のオーダー、ね、開幕のオーダーをね、予想ですね、予想、はい、をしてみたいと思います、はい、まず1番、はい、センター近本、はい、ね、2番セカンド糸原、はい、で3番レフトロハス、はい、で4番にサード大山、はい、で5番にファーストサンズ、はい、で6番ライト佐藤、はい、で7番キャッチャー梅野、はい、で8番ショートに、まあ、木浪、はい、まあ、中野という選手も書いてるけど、はい、で9番ピッチャー西ということで、はい、これ赤い文字が今回の新戦力ということですよね。で1番センター近本、これはやっぱこう、はい、足も使えるし、はい、まあ、もう押しも押される
阪神の一番バッターだよね、はい、でセカンドに糸原、はい、まあ、昨年ちょっと怪我でね、はい、試合数がちょっと足りないんだけども、はい、まあまあ糸原実力者だし、うん、まあ、2番に入ってくれなきゃ困るという、はい、で3番大山っていうことも考えたんだけど、うん、まあ、いきなり新戦力ロハスに、まあ、スイッチでパワーもあるから4番を任したいんだけど、うん、まあまあレフトでロハスという、はい、ことを考えました、はい、で4番にサード大山、はい、やっぱ大山は阪神のこれから4番を背負っていく男だし、まあ、4番から外したくなかったという、うん、まあ、そういうこともある、はい、で5番にファーストサンズ、はい、でライトはやっぱ佐藤、はい、ルーキーのやっぱフリーバッティングとか見てたらやっぱ使いたいよね。うーん、でキャッチャー梅野という、はい、ただマルテをファーストで使うんであれば、はい、佐藤の調子、はい、佐藤がやっぱオープン戦であまり結果が出ないということを考えると外国人3人制でいくとしたら、はい、マルテをファーストに入れて、はい、サンズをレフト、うん、でレフトのロハスをライトに持っていくというね、はい、まあいうこともちょっと考えてる、はい、で考えてのことなんだよね、はい、まあ、ショートに木浪というふうに書いた。で、うん、木浪も、まあ、昨年レギュラー的な、活躍をしたんだけども、はい、まあ、8番ショートであれば中野という選手も非常に面白い、うん、まあ、実践的な選手なんだよね、はい、昨年その楽天で活躍した小深田なんかはやっぱ社会人から、うん、まあ、いきなり、ショートのポジションを取ってね新人王争いをしたぐらいの、はい、やっぱ社会人を出てきたショートっていうのは、まあ、そこそこはやっぱ期待してもいいと思うんだよね。だからそういう意味では、まあ、8番ショートだったらうかうかし木浪がしてたら中野に取られちゃうよっていうような、はい、まあ、ことで、はい、でもやっぱり目玉はロハスと佐藤だよね。うーん、ロハスはやっぱ右左でホームランを打ててパワーヒッターだけに本当に魅力がある、はい、で佐藤の飛距離というのは久しぶりに気持ちのいいぐらい打球が飛ぶとい う、 うん、だからまあ6番ぐらいで使ってみたいなという、まあ、選手だよね、はいはい、まあ、元来その内野手の選手なんだけどさ、まあ、ポジションがやっぱサードもファーストもちょっと空いてないということでね、はい、まあ、外野には持っていくけども、はい、新しい新戦力がどのくらい活躍するかによって、はい、とこの2人というのは入っただけで得点力はあると思うんだよね。得点力は絶対上がると思うんだよね、はい、だからピッチャーがいいだけに、はい、この2人のロハス佐藤という選手が活躍してくれれば非常に面白いしセリーグを盛り上げてくれると思うよね、はい、まあピッチャーのアルカンタ、はい、投手もやっぱ早く見てみたい、うん、まあ、そういう投手だしなんか阪神には楽しみでしかないという、うん、ただあとはやっぱりこういかに守れるかどうか、そこですよね。ああ、そこ、はい、やっぱり、ね、試作数がやっぱダントツに多いしね、うん、はい、だからそこら辺が解消されると、うん、まあ巨人と並ぶぐらいの、うん、投手陣は確実に阪神の方がいいかもわかんない、うん、はい、あとは打線はロハスと佐藤が機能してくるとやっぱ得点力が上がるし、はい、非常に今年は面白いシーズンになるんじゃないかというふうに思ってます、はい、楽しみです、はい、ね、期待してください。早く見てみたいです、ね、早く見てみたいな、はい、はい、まあ、外国人がさやっぱこうビザの関係で、うん、まあ、コロナの影響もあるし、はい、早く入ってくることをね、はい、ちょっと願ってるけどね、はい、はい、まあ、ということで、まあ、阪神の予想オーダーでした。はい。